がですか。和田アキ子です。こんにちは、日本放送竹山忠史です。はい、今年も残り3週間切りましたね。来ましたね、来ましたね。はい、はい、しかし3週間切った何よりも昨日の東京、はい、各地鹿児島もすごい雨でしたけども、うん、昨日の東京のあの朝の大雨、はい、風強かったし、風で昼過ぎのあのピーカン、何なんですかこれ。なんでしょうね、あの天気は。これ中国の PM2.5 関係あんじゃないの。ないと思います。ないと思います。それはあれ、ガスか。あれはまた違う大気のもの、ね、いやでもすごかった、すごかった。朝すごいなって、もううちのマンションの窓から見てもうわこれは大変だなと思いながら、ツイッターにも書いたんですけど、歯医者に行かなきゃいけなくて、午前中、おとといに歯の手術、インプラントをやって、これ病院のことはちゃんと言っとかないと、私がもう心療内科行ったっていうだけで、ちょっとおかしくなったみたいに撮ってる人いっぱいいますから、歯医者です。心療内科も単純によく眠れる薬をもらいに行った。内科でいつももらってる薬が誘導剤が、もう30何年飲んでて効かなくなりました。先生、効かないんです。これ以上出せないと思う。その 0.5 ミリ、あ、まあ、薬も10ミリとかあるんですけど、で 0.5 ミリを2錠飲んでるから10ミリになるんですよ。で内科の先生は、私はこれ以上出せません、どうしたんですか、いつもこれで OK だったのとか言うようなものを、まあ、あの初日終わりましたけど、ブルーノートの英語の歌とかね、はい、で来週もバーバル来て、分かりますけど、その英語が発音がうまくできないと、 F と R の違いとかできなくて、その割にはバラエティはやんなきゃいけないわ、お正月番組は撮るわ、頭の中こんがらがっちゃって、もういいってするんですって。薬飲んで、前は夜寝ようと思うのが寝れなくていいってなるんです。ああ、ストレスですね。先生、ストレスって言いますけど、ストレスない人っていますか。何でも病名ないとストレスって言いません。先生質問しちゃって、先生がこれはあの薬出せないで、一回心療内科でご相談されて、それでストレスだと思いますから、うちには来ないでくれって言われたんですね。それで違う薬で違うところに行ってお薬もらったのが、たまたま心療内科だったって話です。そうそう、いやいや、それで心療内科行ってくるって、心と体のバランス悪いから心療内科行ってくるって、ちょっとだけなんか壊れちゃったみたいに取られちゃって、はい、頭がね、すごい心配されたんですよね。そう、なんかヤフーのニュースだから、病院はちゃんと書いとかないと。昨日は歯医者と、歯医者です。で美容院って書きましたから。美容病院ではなく美容院ですね。美容院いつ切ったかわからんっていうね。でそういうの見るとね、フォロワーの数が少ないんですよ。お前らね、私が病気とか怪我の時呼んで、ちゃんと仕事してる時も見よ、目通せよっちゅう。ほんまに。いやいや、そんなある中、ある中、昨日その一昨日そのインプラントのそこのなんていうの、軸を、まあ、今話題になってる、なんていうんですか、マンションでいうと元ですね。食い打ち、食い打ち、食い打ち、駿府の狂いもなく、じゃあ白木に杭を打ったんですね。杭、はい、いや本当なんだから、ね、インプラントって杭を打ってその上からかぶせるんだから。だからその食い打ちが一番大事なんですよ、ね。大手術なんですよ。はい、そこに不正はないと思います。そこからマンションが建つんでしょうね、そこに。もうね、もう朝日課税では無理です。洋服もあるんですかね。あったような気がする。いやでも本当に食い打ち
題に出ましたが、はい、アコさんが11円拾った話は今初めて聞きます。そうだっけ、はい、ちょっとお薬足りませんね診療はないか殺されるよ。11円の下りだけアコさん話したつもりなんですけど、多分言ってないですよ。スタッフは聞いてないって顔したんですよ、はい、その病院の玄関で11円だったの。11円、10円玉と1円玉を、はいはい、それね、警察と言ったらみんながいいってそれはいいですって言ったら、いまだにビニールの袋に入れてあります。取ってあるんですか、はい、どうしようか迷ってますか。あ、はい、どこの警察かも分かりませんから、はい、そこで赤坂警察署行くの怖いでしょう。そうですね、交番がないんですよ近所に。なるほど、その病院の近所に、ね、そうすると赤坂警察しかない。病院が青山です。そうなるとさ、多分ヤフーニュースがですね、はい、和田アキ子、はい、赤坂警察署に出頭ってビニール袋に11円を入れる10円玉1枚1円玉1枚その行動としてつながっちゃいますから。それよりそれで病院から出てきたらピーカンだったのよ。電気ガラッと変わりました。わかります、はい、本当にこれわかりますよね皆さん、はい、それでなんとあの暑さ昨日24度超えました。ちょっとおかしくないですかここんとこでしたね。ねえ、うん、24度ってそんなにあったの。そうなんですね。だからあの横浜名古屋では12月としては、はい、観測史上最高の気温を記録したんだそうです。観測史上って言うけど観測っていつからやったの。何年ぐらいですかね。大将大将大将っておかしい。大将大将え大将言ってくれ一つ昭和からみたいな、ね、昭和からですか、はい、昭和って今67年ぐらい。今昭和で言うと昭和も分かんなくなってきちゃった。27年経つから、うん、80。ああじゃあその中の史上2番目。そうですね。ちょっとこんな話してると何を話したいのか分からんようになってきたな。天気が変わったことに驚いた。あ、11円びっくりした。11円、ここで観測史上びっくりした。びっくりした。どうすんねんみたいな。どうすんねん、うん、そんな中アコさんは、はい、もうツアーがスタートしました。はい、ありがとうございます。これが一番今週大きな出来事ですね。ツイッター見ててもそこに向けてホリプロでリハーサルをし、はい、もうあの自宅でやりやり、ちゃんとあのスタジオでやりやり、スタジオの写真もありましたね、はい、そこに向けて自分としてはもっとここを詰めたい準備したいというので、はい、時間がないっていうつぶやきもあって、 で、はい、で無事に終わりました。ありがとうございます。お疲れ様でした。名古屋の皆さん優しく迎えてくださって、なんかもうすぐ最初からスタンディングオベーションだったんですか。いや最初出た途端にうわーってなって、はいはい、であのまあ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 みたいな、あ私がまあ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 名古屋に来たよみたいな、なるほどなるほど、来てやったよって言ってやったんですそうですか。でもそうもう何を言っても受けて最後はそうスタンディングでした。なんか実際にツイッターの、まあ、これもご覧になった方の感想ですけれど、はい、もうめちゃくちゃ楽しかった。あ、よかった。もう大スターってそういうことだなというつぶやきがあったりとか、あとこの方はですね、別の方ですが、はい、人生で一番の感動のライブでしたと、うん、登場しただけで全てのお客様が歓喜、はい、歌唱力は圧巻、はい、でお客様を絡めながらのトークで笑いを取り、はい、アンコール最後の曲では魂の声量、ますますファンになりました。あ、嬉しい。ただそう言っていただけるとめちゃ嬉しいですね。練習した甲斐があって、それがね、まあこれもあれですけど、私の練習方法ね、コンサートとかライブやるときになかなかやっぱ覚えられない歌があって、で例えばハレルヤ一つとってもね、新曲のハレルヤもテレビだとワンハーフしか歌えないんですよ。あ、はいはい、だけどライブだとフルコーラス歌うんですよ。そうですね、ちょっと歌ってないんですよフルコーラスを。そうか、テレビサイズで省略されてる部分が、そればっかしか歌ってないから。で昔の歌は短いから割とスリーコーラスとか全部覚えてるんですけど、初めての歌なんか自分の歌なのに知らないとかさ。でマネージャーにチェックしてもらって、で英語の歌とか全部発音で戸惑ったけど、こううまくいくとマネージャーが、あこあのライブへの道とか書いて、左にタイトル書いて、で何月何日までに、で最悪何月何日って書いてあるんですよ。で今回12月9日が初日だったから7日に私もなんとか納品できるように頑張ります、今ちょっと油が足んないんでとかって言いながらそしたら炭っていうね、漢字の3000の炭に丸くれるんです。
ですよ、はあはあ、でありがとうございましたとかね、うん、で三角とかで、あと4曲が9日までの間に あと3曲がね薄い周りに点々点々点々で薄い墨だったんですよ。マネージャーですよ。で先生これなんとか丸にしていただけませんかって言ったら難しいですね私すごくマネージャーに話してるんですよ。私すごく精神的にこういうことってダメになるんですか。普段そうですけどここで墨しちゃうと気抜いちゃいますねそうですか、わかりました、頑張りますつって点点点点のまま当日迎えちゃったから。そうですか、くっきりした丸にはならず、はい、結構だから最後スタンディングもういけーと思って、なんかそのライブをもって丸になったわけですね。はいね、そうなんです、ありがとうございました。今年は、まあ、普通は続きます、はい、ちょっと間が空きますが、東京はブルーノート東京、21日月曜日、22日火曜日、はい、そして25日金曜日はビル